ここからは3月19日土曜日、南船橋のララポートミュージアムで行われました LR のベイファクトリーライブの模様をお届けします。はい、お楽しみください。はい、
時を待つことさえも諦めた二人、yeah.
Thank you. Just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I'm so used to doing everything for you, waiting everything for two, but I. I'm so lonesome for you, it's a cry. Going to remove me only makes me sad. Hard days make me feel as bad, but I'm not with you. I just don't know. Just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Baby, if you knew love ever turned to down, come on back, I will be around. I'm waiting for you. I just don't know what to do. I just don't know what to do. ララポートベイファクトリー、この時間は3月19日に南船橋ララポートミュージアムで行われた LR のベイファクトリーライブの模様をお届けしています。お送りした曲はセブンボイス、パッケージ、君に虹が降りた、 What he says I just know what to do myself。 この後お知らせの後も LR のベイファクトリーライブで引き続きお楽しみください。ララポートベイファクトリー、この時間は LR のベイファクトリーライブの模様をお届けしています。引き続きお楽しみください。ため息ばかりついているのか。それだけで気が済むつもり。
Okay, bye bye, Kokushiko.
OK 最後の曲です。カンサスシティ。ララポートベイファクトリー、今夜は3月19日土曜日に南船橋のララポートミュージアムで行われた LR のベイファクトリーライブの模様をお届けしました。お送りした曲はセブンボイス、パッケージ、君に虹が降りた、 What he says I just don't know what to do myself, Holding out, Cruising 5290s、
Bye Bye Popsicle、 Lazy Girl、 Kansas City、 以上10曲でした。 LR は昨日30日に、渋谷公会堂でのライブを終えたばかりです。今後は秋にリリースを予定しているニューアルバムのレコーディングに入ります。さて次回のララポートベイファクトリーライブは4月16日土曜日にザ・イエローモンキーがララポートミュージアムで行います。参加ご希望の方はハガキに住所、氏名、年齢、職業、電話番号、そして番組の感想を書いて郵便番号260千葉市中央区中央1丁目ベイ FM ザ・イエローモンキーライブ係までご応募ください。締め切りは4月4日月曜日、決心有効です。150組300名の方をご招待します。それではこの後コマーシャルに続いては近藤奈々さんのスパークリングファクトリーでお楽しみください。ララポーツベイファクトリー。